You're listening to Her Confidence Her Way Podcast, Episode 109. Welcome back to another episode of Her Confidence Her Way Podcast. It's so nice to be back on the show. My name is Miho Noguchi.And here's your host, Emiko Rasmussen. Hi, Emi-chan. Hello, Miho-san. Welcome back. Tadaima desu. Okaenasai. Before we jump into today's main topic,、Miho-san はもうずっといない状態でしたけど、どちらにいらっしゃったんでしょうか。今回は、フロリダと、あとメキシコとキューバ行ってました。言ってましたね。またじゃあその旅のことについてはまたエピソードやってくれますか。ああ、もちろんもちろん。I'm like、dying to hear. I know like a lot of people are interested in Cuba because、especially you guys who live in the U.S. Yeah, I mean yeah. like you lost your voice and all that. I'm like, what's going on? So I want to hear. But okay,、so we'll definitely do.A separate topic about your trip, but today we have a special guest.、今回はですね、また前回のエピソード108の、ゲストで続いてですね、マリコさんに、お越しいただきました。マリコさんは生理コーチとして今アメリカでお勉強中で、生理コーチって多分日本でもあまり聞かないような感じですけども、どう思います、美穂さん。うん、そうだね。生理コーチって確かに聞いたことないからすごく私も興味ある。どんな勉強をしているかとか、またねエピソードをリリースされたら出してもらおうと思ってるけど、今日はね、はい、いろいろ直接お話できるということで楽しいです、はい、そうです。ということで、今日は3人で、エピソードを進めていきたいと思います。マリコさん、はい、こんにちは。はい、 Welcome backWelcome back. Well, thank you, thank you. So nice to have you back. ということで、今日のトピックはですね、infertility。まあ、5月はずっとこう、母の日特集として、子育てであったり、こう、母であったりする、その生活についていろいろと、インタビューしてきたんですけれども、今回は、その、なんか逆って言ったらおかしいですよね。中には、こういう、そのエピソードを聞いて心が痛かったりする人も中にはいるかもしれない。で、まず、あとは別に聞いていて、it doesn't apply to me って思った人もいるかもしれない。で、まあ、なんでかっていうと、この世の中、美穂さん、さっき、率を教えてくれたんですけども、infertility、不妊で子供ができない女性が何人に一人って言ってましたっけ。多分ね、さっき言ってたのは6人に1人とか、まあ、あと3組に1組ぐらいはなかなか授かれないとかっていう、すごくやっぱり infertility rate っていうのは高いっていうのはよく聞くね。そうなんですね。で、まあ私は今回そういうトピックを話すのに、やっぱり自分だけではこのトピックは作れないので、こうやって美穂さんとマリコさんを招待して、で、いろいろと話を進めたいと思います。じゃあ、まずは、美穂さんから、じゃあ実際に美穂さんのストーリーをシェアしていただいていいですか？ありがとう。Yeah, thank you so much for, like, you know, getting me involved in this topic because it's been my, like, life theme, kind of,、like, you know, 30代の後半ぐらいから私にとってもこの不妊っていうのは、まあ話したくてもなかなか話せないもう人生の課題だったのね。で、始まりは私世界一周っていうのに33から4の時まで行ってて、旦那と一緒にね。で、まあその時はもちろん妊娠しちゃいけないっていう頭があって、ちゃんとコントラセプションしてたんだけど、で、帰ってきて、じゃあ早速仕事もして、あと、家族を作ろうと思って、で、いや、頑張ったけど、なかなかできなくって、で、病院行ったりしてたんだけど、途中でなんかこう、もう体外受精とかまで行
行くとかってやるとか、IVF、you wanna try IVF? って言われて、No, no, no, no way. It's like IVF is so expensive and we don't have any budget for that. Can I ask what IVF is? Just in case. Yeah. IVF は in vitro fertilization. 体外受精。まず、その IVF っていうのは、まあ、そのみんなが、思っている、その、受妊治療っていうのは、3段階、で、三段階、あ、四段階か。で、一つはタイミング法。Yeah, so doctor tell you, like, you know, when you're fertile, like, you know,、mm. When you're ovulating? Ovulating, yeah.、Mm. Like, they give you, like, the time frame, like, you know, today and day after, today, tomorrow, day after, you have sex.それはその生理の、right. パターンによってってことですか？うん。と、あとは、尿の、うん、ホルモン検査とか、いや、あとは、お医者さんに行けば、ソノグラムっていうの？超音波検査とか、うん、してくれたりとかもするけど、まあそういうメディカルアシスタンスがあって、自然に妊娠するっていうのが、まあタイミング法。うん。うん、で、その次は、じゃあそれでは妊娠しないねって言うと、今度は人工授精、うんうん。人工授精っていうのは、その、旦那さんのスパームを、精子を、取ってもらって別で。で、それを、まあ、シリンジとかで、こう、子宮の中に入れてもらうっていう、まあ、ちょっとセミナチュラルみたいな感じ。セミナチュラル。アメリカでもトーキーベイスターっていう、さ、ハロー、なんだっけ、Thanksgiving の時のトーキー焼くでしょ、yeah. トーキー。時に、うん、トーキーの中に、大きい注射器みたいなので、ブチュブチュって、スタッフィングを入れる、うんうんうん、あれの、その、ファーティリティバーみたいなので、あるのよ。知らなかった。知らなかったそう、私ちょっとすごいマニアックなんで、やったりもしましたけど。うん、で、まあもちろん、その、turkey baster は、あまり、こう、なんていうのこう、衛生面では、あまりおすすめできるものではないかもしれないので、ちゃんと調べて皆さんやってもらいたいんですけどね、うん、もし、やってみたいなっていう人がいたら。うん、But anyway, で、それが人工授精。はい、で、英語だと何になるんだっけ、うん、?ICI かな、なんかよく言葉で聞くんだけど。ICU か、ごめんなさい、ちょっとわかんない。で、その次が、今言った IVF、うん、体外受精ね。はい、卵子を、はい、卵子を注射器っていうかで、こう、取って、外に出して、そのラボラトリーの中で受精させて、受精したら中に戻すっていう工程。うん、はい。で、またそれの以外にも四つ目ということで、なんだっけ、顕微受精っていう、まあ、その精子くんを卵子にプチュッと刺して中まで連れてってあげるっていうのまであって、まあ、そうね、fertility treatment っていうのは4段階あると言われていますね。はい、yeah, so that's the, So that's the basic info. So anyway, I got pregnant without any medical assistance one time, like, when I was 35. 35歳の時に、うん、妊娠したことがあって、mm-hmm. だけど10週ぐらいで、流産しちゃったのね。Mm-hmm. で、そこからもう諦めがつかないというか、私は、まあ、妊娠できるんだっていうことも、あって、もうどうしてももう一回子供が欲しいって思って、もう仕事と、infertility treatment を両立させるのにものすごく大変っていうか、うん、悩んだね。いや、で、まあやっぱり35過ぎると、fertility rate っていうのは下がるって言われて
いるんだけど、でも結局、体外受精をやるまでは、うん、40で初めてしたかな。うん。うん、だけど、やっぱり、あの、まあ、病院選びもどこにすればいいかわからなかったりとか、あと費用もすごくかかるし、日本も。だからもうしょっちゅう調べたり、しょっちゅうこう、あの、誰か、あの、子供が授かったというかね、fertility treatment をしてうまくいった人の成功体験みたいなのとかを聞いたりとか、あとは、people just said, oh, you gotta quit your job if you want kids って言われて、やっぱりそうかと思って、もう全然辞めた時期もあったし、それは病院に行かなきゃいけなくて辞めなさいっていうことなんですか、それともなんかストレスとかのっていう。ストレス、そう、ストレス。そうそうそう。あと、ひどい人はね、動物飼ってるから子供が来ないんだよっていう人も。いるいる。うん。なんか子供を可愛がる前に動物可愛がっちゃってるから来ないんだよとかね。Can you believe it? すごいな。That's even rude. It's so basic. Yeah, it is rude. Yeah. It's so pointless. Yeah. っていう感じで、なので、what I can say is that, like, there is a time still, that I get really emotional or like a very sad because I still miss the baby that I've never seen, you know, that I've never met. Yeah. But I know, like, we are meant to be and together, but so my journey still continues and I totally understand the frustration of the ladies who struggle, with infertility. And that's one gift that I've got, you know, from my, from this experience. And also I'm now thinking about, considering adoption. I may be too old, but no, adoption. You're not. Sorry. Yeah. Thank you. Yeah. But some agencies just give us like a age limit, like the mothers has to be under 43. What? So, yeah, because they don't. Is that on in Japan? Yeah. Wow. Mm-hmm. Okay. And I'm 45, but these days, some agencies are not stating that they want certain like people under certain age. Because it's kind of like, you know, bias. Yeah. Yeah. It is. But it is understandable because you don't want to give away your baby who's like old, like 50 or 60. And by the time the baby is 20 years old, you know, if the parents are on pension, that's really kind of, you know, worrisome. のはあるかな。まあでもそうそう、but you can just ask me anything on this, you know, on this. でもこれは、美穂さんがここまで話がオープンにできるっていうのは、やっぱり何かを多分乗り越えてるから、ここまで。多分、こういう、ここまでまだ話せない状態の人も中にはいるかもしれないですか？その辺どうですか？それはあると思う。特に日本は、こう、みんなと一緒であることが当たり前というか、そういうマインドセットもあるし、なんかこう、私なんか田舎だから、みんな周りは子供がいて、当たり前で、で、なんかこう、いっぱい私も旅行とかできるけど、実は、裏を返せば、まあ他にというか、それを子育てができないから、まあそういう楽しいことするしかないみたいなところもあって、なんだろう、その辺をどういうふうに見られてるのかなっていうのは、たまに思うことはあるけど、まあでも、これだけオープンにできるっていうのは特殊かもしれないね。なるほど。Yeah.
はい。ありがとうございます。はい、また多分、もっともっと、あと質問をどんどんしていきますが、次はじゃあ、マリコさん。No, no, no, that's okay. That's totally fine. And thank you so much for your story. And マリコさんは今、はい、アメリカで生活をされていて、今はどんな感じでしょうか？このインフォトラリーについてごめんなさい。That was a big question. My life is good here. Specifically for this topic. How about that? Yeah, sure. あのね、結婚して、結婚の話からになってしまうんですけど、結婚した時、私37で結婚したんですけど、結婚した時はまだ全然子供なんて欲しくなくって、あんまり気にしてなかったんですけど、で、結婚してなんか1年くらい、2年くらいしてから、なんかもうそろそろなんか子供を作っといた方がいいのかなって思ってたんですよね。うん、で、でも大体多分、アメリカだと42ぐらいまでは全然平気っていう風な、うん感じがあると思うんだよね、うん。多分日本よりはその35じゃなくて多分42ぐらいまでだ。だいたい境が40くらいで、ね、そう、うん。ファーティリティの方が多分40だと思うんだけど、でも、まだいけるって、46とか7とかでまだいけるって、いろんな、たくさんの人が思っている感覚はあるんですけど、へでもまあまあ、ある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 。だってジャネット・ジャクソン50で子供産んだじゃん。いや、あれ、そう。ないのかなあれは、わかんない。あれはどういう治療した上で生まれたか自然妊娠かっていうのはまだわかんないけど、ねあれはまあ、特殊な例だけど、50年、まだ、私がファーティリティドクターに、まあ、禁じとうだよね。そう。ファーティリティドクターに行った時には、その卵巣が問題なんであって、その子宮自体は全然、動いてれば問題はないっていうふうに言ってた、うん。だから多分42とか3ぐらいまでは全然平気とか言っていうふうに聞いたけど、うん、まあまあそれはいいや。で、子供が欲しいなと思ってた頃に、旦那とどうしようかって言ってたら、旦那は全然あんま欲しくないっていうふうに言ってたのね。で、うん、それってでもなんかちょっとディールブレイカーじゃない？そんなことない？うん、It's a huge deal breaker for、うんI thought that was a huge deal breaker because we didn't talk about it before we married. But after we married, I found out that he doesn't really want to have a kid. そんなはずじゃないかったというかね。Yeah. そう。なんとなく、びっくりするじゃん。そう。で、そこまでだから子供がね、子供が欲しいっていうのがなかったから結婚した当初は。でもなんとなく、まあできたらできたでいいかなって思って、その話を出したら、旦那が別にいらないと思うんだけどって言ってて、旦那に聞いたら、Why do you want to have a baby? って言われたの、まず。Just like a maternal instinct じゃない？なんか子供が欲しいなって思うじゃない？なんかこう。感覚的に。全然なんかこう、特に理由はなくて、なんかこう、インスティクトだと思うんだよね。でも彼は私より5歳年下なんだけど、で、そんなのどうでもいいわけ。なんかそう、マターナルインスティクトがもう全然関係なくて、あんまりそういうの興味なくて、あとはなんかこう、彼がその職場でこう、ネガティブなインフォメーションをピックアップするのよね、やっぱ。わかる？なんていうの？子供がいるから、そう。めんどくさいよとか。そう、うん。だから、会社でなんかこう、子供がいてもなんかこう、すごい苦労してる、こう、ネガティブなところ。その会社の同僚の人は子供のためになんか、悪徳働いて、なんかもう、死にそうになって働いてるとか、そういうのとか、あとで、ね、のも見てたりとか、あと、私の、その、義理の妹は子供3人いるんですけど、彼女がすごい苦労して、子供を育てていて、お金がないとかなんかいろいろいっぱい言ってて、そういう理由をたくさん言ってきて、Why do you want to have kids? って言われて、まあ確かにそうだけど、I don't have a specific reason, but I just wanted to have a kid. Just because it just grow as a person. And then, but when I think about it, have a family together. Right. We just can't have a family together, but when I think about it,
It was kind of like, how do I say? It's pressure from my parents, first of all. Mm-hmm. That's the biggest reason, because my mom just keeps telling me, like, why you know having a kid? And it's just like having, なんていう、日本語でなんて言うんだろう。あの、なんか、親になって一人前みたいな、母親になって一人前みたいな。そうそう、言うね。言うでしょ、うん、なんか、そういうのも言うでしょ。だからもう、そういうのを聞いてて、なんか、子供ってやっぱ産んどいた方がいいのかなっていう、個人的なこう、スペシフィックなリーズンがないけど、とりあえず子供が欲しいっていうふうに、そう、うん、思わされてしまってたっていう部分もあったのね。うん、で、それもあって、なんか、ああ、まあまあまあ、わかるかなと思って、でもなんとなく子供ができる体質なのかどうか見とかなくちゃいけないと思って、で、ファーティリティドクターに、インファーティリティトリートメントのドクターのところに一回行って、ホルモンとか全部検査してもらったんですよね。で、検査してもらって、特に何も異常はなかったけど、で、その頃に、ちょうどその頃に、私が生理のすごい問題ができちゃって、その、うん、もう洪水みたいな出血が止まらなかったの、その頃。で、その体が一番ファータイルの時に、その生理のもん、うん、その生理の洪水みたいな生理が3年くらい続いちゃって、で、なんかもうそういったようでもう妊娠どころじゃなかったのね、うん。で、なんかもうその問題もあって、とりあえずちょっとこの子供の問題ちょっと考えるのやめようって言って、とりあえず健康の方を先にどうにかしなきゃって言ってて、それで、それでその生理コーチの私の生理コーチの人に会って、で、それで劇的に治ったんだよね。うん、で、そうそうそう。その生理の話、でも、それで産婦人、別のその問題で産婦人科に行って、全部それで検査してもらったの、また。他になんかこう、癌、うん、とか、そのなんか子宮内膜症とか、そういうものはないかっていうのを全部見てもらったんだけど、これも全然、何も問題なかったけど、洪水のような生理は止まらなかったんだね。うん、で、それで生理コーチの人にいろいろ話聞いて、なんかこう、これやってみたら、あれこれやってみたらって言ったら、治ったのよ、うん。で、それが治ったのが 42かな、うん。42歳の時だったんですけど、で、その頃になって、子供をどうするって言ってたら、うん、やっぱ俺は欲しくないなって言ってて、まあ私もなんとなく、もう彼の気持ちもわかるし、なんかこう、彼と別れてまで、新しい、その子供を作って、違う人と子供を作ってデートをして新しく子供を作るっていうことがなんかもう、選択肢になかったのね、その時点で、病気が治った時点で。それでなんかもう、ああ、でもなんかまあ気持ちわかる。コンビンスはされてないけれど、まあ、子供が産めなかった、このままね、その、避妊とかもしないで、子供ができなかったら、それはそれでいいかなっていう、うん、そういう結論に達したんですけど、で、まあ、彼の意見を聞くと、まあ、それも若いのよ。I think having a kid is overrated. It's just because, yeah, it's a media, think about a media defection. It's like,そんなにないでしょ、なんか子供苦労してなんかもう死にそうになりながら子供育てたりとかしてっていう、うん、そういうのがなくって、なんかこう薬の宣伝とかでもこう子供がいて一軒家があって、こう幸せになんか子供を抱いている赤ちゃんみたいなものがあるわけじゃない？で、そういうのってなんかこう、うん、なんとなく刷り込まれてるっていうのが彼の意見で、意見。わかる気がする。あの、まあ、別に子供がいるのが当たり前みたいなものを前提として、こう世の中を動いている感じがして、それのことについて疑問を言ってるってことですか？そうそう、そうそうそう。うんうん、で、yeah. それで、オーバーレイトって言われたのは、まあ気持ちもわからないでもないけど、私はなんとなく欲しいなと思っていたけれども、その、なんていう、不妊治療、高いお金払って、不妊治療をしてまで、うん、まあ子供も欲しくないなっていうふうに思って、それで、こう、なんていう、let it slide?、うん、あんまり気にしない、もうこれはこれで、let it go っていう感じで、そのままになってる感じかな。うん、今はそんな感じです。その、
そう、それで彼の親友、そう、これもまたね、なんかここ、私、Am I attacking my husband? I hope not. But, we talk about this kind of stuff and infertility and marriage and stuff together. And after I, 話した後にね、彼の親友が結婚したんだけど、その彼の親友男の方なんだけど、その私も友達なんですけど、その男の子の方が子供欲しくなかったんだけど、うん、結婚して、で、でも、この奥さんの方は子供欲しいってずっと言ってて、で、子供ができた途端に離婚しちゃったのね。彼があんまり、そう、子供できた途端に離婚しちゃったの。で、それをなんか、それも彼はすごいショッキングだったみたいで、で、だから、やっぱりこう、お互いが、うん、本当にセームページで、よし、子供家族を一緒に作ろうっていう風に同じところにいないと、やっぱりなんかもう、これって共同作業で一人じゃできないじゃない？もう、セックスもそうだ、セックス以外にも。だから、それも本当に大切なんだなって思った。そう、でも私はそのコミュニケーションの問題もあるし、私の体の問題もあるし、彼の気持ちをリスペクトしたっていうのは問題もあって、問題というか、それも、それがそういうのが相互作用で重なって、子供はもう多分産まないだろうなっていう決断に至ったって感じかな。今、それが今の状況です。そっか。やっぱりきっといろんなフィアがあるんだと思うのね。そうそうそう。うん、なんかね、そう思う、そう思う。私も子供欲しいけど、こうできたらきっとね、いろんなこう欲しい、なんて言うんだろう、こう欲しいですって言って、じゃああげるよって言われた時に生まれる、うん、こういろんな心配事って。考える余裕があるというか、もし来ちゃった場合に、こうなったらどうしようみたいなさ、うん、妊娠したらもうそれをもうキープして産むしかないじゃない。もちろん欲しかったら。うんうんうん、あ、もう今までのことはもう全部チャラにして、帳消しにして、もう私はママになるんだっていう、すごくパワーがあると思うんだけど、うん、まだその段階じゃない時って、うん、お金どうしようとか、あと、こっちだとママ友との付き合いって大丈夫なんだろうかとか、自由がなくなったらどうしようとか、二、うんうん、人だけの今までの生活で楽しかったのに、うんうん、子供ができてなんかその愛情、お互いへの愛情が変わっていくのも大丈夫かなとか、いわゆるまあ、うん、yeah, I will call it BS, because like, you know, for someone who really instinctively wants you to become a mother,It's like we filling our heads with that kind of BS is like it does. I don't think it's a very good thing, but it is still the truth, you know. やっぱり選択肢があるイコール、right. もちろん養子縁組もそうだけど。うん。迷う時間があるというか。でも時間ってやっぱり過ぎていくから。それがね、やっぱり親になるって年齢がすごく大事になってきてしまうので、他の夢と違って。ね、そこはすごく本当、マリコさんも多分自分の中でいろいろ整理をしてきたんじゃないかなって。うん、想像しちゃうんだけど。そうですね。私の場合は、だから、その、お金をかけたりとか、その、まず彼がオンボードじゃないですか。そうそうそう。それもあって、それ、で、彼をコンビンス、強くコンビンスするための強い理由が私にも特になかった。ね、一緒にいること自体が疑問になってしまってはいけないっていうのはもちろんあるよね。そう、それもあるし、そう、彼の方も、その、私が子供がもし生まれたとしても、その、サポートしてくれる人が周りにいないっていうのもすごい理由、大きな理由だったのね。彼の両親はミシガンにいるけど、
私の両親は日本にいるし、で、サポートしてもらうのどうすんだっていうふうになんかこう、理詰めにされると、ああ、まあねっていう、なんか、ああは、そうねっていうふうに なるんだよね。だからそれで、それほど私、それほど強く子供は欲しくなかったっていうのがあって、ね、で、まあ確かにその美穂さんの言う通り、整理をつけて、ああ、まあ確かにそうだねってなって、今に至るって感じだからね。確かにフィアーもある。多分、私のフィアーよりも彼のフィアーの方が強かったと思うし。そうだよね。そう。で、彼のフィアーをこう、慰めてあげるほど、慰めてあげるほど私もそんなに優しくないし、っていうのはあるかな。そうか。これが一番大きかったですね。まあ、そういう点で言うと、エミちゃんは、こう、お互いに、子供欲しいねって言って、トライしたっていう感じ？結婚して間もなくっていう。私たちは、やっぱプランして、結婚して、2年後？ 2 年後かな？か1年後かにっていう、考えはあって、で、まあ、今の段階では、今も私は子供が2人いるんですけど、3人目、彼は、私の、夫は、三人兄弟で来てる家族なので、三人なんて当たり前？欲しいって。で私は二人で、多分日本って結構なんか二人兄弟多いのかわかんないけど、うん、私の中二人っていうふうに自分で決めてたので、なんかそこでこう揺れるっていうか、こういろいろ話はするし、で、彼が欲しいっていうその気持ちもわかるし、でも自分の中ではやっぱり子供を産むのは自分だし、自分の手は二つ、二本しかないから、三人目はどこ、三人目をどこでキャリーするんだとか思ったりとかして。そうだよね。うん。そういう考えはあったんですけど、本当にでもその前ですよね、その前の。なんだろう。今、マリコさんがお話しした、結婚して、別になんだ、なんて言うんだろうな。結婚する段階で、子供いるいらないっていう、その、チェックするっていうのって、どのくらいの人がそういうのをしているのかわからないんですけれども、そこでの、その、確かにディールブレイカーかもしれないけど、その人のことをそれだけ愛して結婚まで思ったのに、そこで諦めようっていうのも、なんかそれも難しいんじゃないかなっていうのを私は今聞いててすごく思ったんですよね。結構この不妊っていうのって男性、夫の気持ちって本当に大切で、他の夢だったら自分が頑張れば叶えられるかもしれないけど、うん、こればっかりはっていうところは確かにあるもんだから、あんまり、あとそのことについ、そのこともあるからみんな話さないのかもしれない。例えば、男性の方に問題があったら、私不妊なんだとかって、うち不妊治療してるんだとかって、あんまり大広げに言うと、こう、うちの旦那さんが、こう、問題があるっていうことまで話さなきゃいけなくなるとか。なるほど。確かに。でも、そこで話さないと、また高校で一人ぼっちで、なんて言うんだろう。ね、世の中こうやって周りの人が、まあ、私はこれは、本当に子供を産んでる身なので、すごくリレートできない部分がたくさんあるんですけども、私の想像の中では、もし子供がいないと、you feel either, ね、自分はもしかしたら miserable, なんかすごく悲しい気持ちになってしまう人もいる、もしくは乗り越えて、私はこれでいいっていう風に思う人も中にはいるかもしれないんですけど、そのやっぱりプレッシャーなんか、子供が産めない女性は社会貢献できてないとか、そういう風になんか考え込んでしまうと、そこはなんか本当に、I don't believe, like, 女性の仕事は子供を産むことだとは考えて、私は全く考えてなくて、でも、社会の中ではそういうことを言う、そのような感じのことを言う人も中にはいるし、なんかそういう意味では前、美穂さんが言ってた、なんか、自分は、なんか、I feel like I'm broken or something like that. なんか美穂さんが言ってて、なんかそういう話を聞いてて、なんか、やっぱその、社会のプレッシャーってすごい大きいのかなと思うんですけども、二人はその辺、どう思いますか？
そうね。やっぱり体のことだから、うん。To me, it was just, at some point of my life, I felt like I'm inferior than other women. だけど、we are just, I'm different. And then we are different, and I'm different, and then we can, you know, when you're happy and you can make your own happiness on your own. だからもうそんなに、なんて、多分ね、40代過ぎてくらいから、なんかもうなんでこんなに気にしなきゃいけないんだろうって思うようになった。それがあって、だから私はもう、あんまりもうその方で気にしなくなってしまいました。最初はやっぱ、ああ、なんか子供産まないと自分、一人前じゃないって母親からなんとなく言われてたから、これってずっとこのままにしてなきゃいけないのかなって思って、このままなんとなく努力しなきゃいけないのかなって思ってたけど、なんかもう、それからは解放されました。私はね、やっぱり、会うべき子がいるんじゃないかなって、その、私とその子のコネクションを強く感じることが多くて、まあ一度流産して、っていう結構ショッキングな体験があったからかもしれないけど、でずっと養子縁組の話は出ていたのね、でそれも年齢とともにまだいいかなまだいいかなみたいな、こうまだ自分でもし産むんだったらそっちの方がもちろんコンプリケイじゃないしってわかる思ったりしてて、だけどやっぱりどうやら、それは難しいみたいだからというのもあって、もう今更ながらだけど、私は今は、地元の自治体の、里親研修っていうのをこれから、やっと、夫と二人で受けるっていう感じかな。まあ、それがね、日本って、養子縁組制度って、まあ、昭和に入ってから始まったそうなんだけど、二つ今ルートというか赤ちゃんと出会う道があって、一つはよくある児童養護施設とか乳児院にいる子たち。で、今3000人かな日本で乳児院で育っているという子が。もう私も一回この前見に行ったんだけど、里親サロンっていうのが地元であって、その会場になってたところが近くにある乳児院だったのね。もうほんとね、保育園並みぐらい、10人ぐらいいたかな。なので、まあ、そういう子たちは、お母さんに事情があって、育てられないからっていうことで、一時的にそういうところにいる子もいるから、そのアダプションには出されないっていう子たちもいる。なので、そっちのルートから行くと、すごく、まあ、時間がかかるというか。で、もう一つは、民間団体が今、ティーネイジャーとか、そういう、まあ、例えば、レイプされてしまって、妊娠しちゃった子たちが、産むために、サポートするっていう団体がいくつかあって、で、そこを、そういうところを通すと、もう、生まれてすぐ、自分の子供として育てることができるっていうのね。でもそれも日本でまだ始まったばかりだし、あと、やっぱり金額的なこともあって、ボランティアのベースでやって皆さんいるんだけれども、どうしても費用にも差があって、団体によって。まあでもそういう、なんだろう、アメリカよりは多分なので、件数は全然少ないけど、例えばアメリカだとなんか何百万とか、あと海外までもらいに、ね、その子供を探しに行くとか。ありますね。よく、もう、セレブレディって、なんだっけ、アンジェリーナ・ジョリーンズの。アンジェリーナ・ジョリーン、アフリカの子とかね。私の友達も、アフリカに、アメリカ人だけど、フランス人か。アダプションしに行って、日本円で400万ぐらいかかったとか言ってたかな。そう。そこだよね。そこだよね。そこなのよ。そこ。私はそこなんですよ。そこまでして。そんな、だからその、
そう、うん、そこまでお金をかけて、わからない未来に投資するべきなのかっていうのが、ね、私と旦那の中であって、うん、そこを私はあえて乗り越えない選択を取ったんだよね。うん、そう、それだから不妊治療も私もやらなかったっていう。そうなんですね。不妊治療もやっぱりやっても、うん、あの、ギャランティー、なんていうの？あの、No, there's no guarantee. No guarantee だね。No guarantee. あのさ、なんか日本は今本当にビジネス化してて、まあアメリカも結構その、40何歳まで OK だよとかっていうのってすごく unrealistic だと思うんだけど、よくあの、北欧だと、もう30代後半で妊娠しなかったら、お医者さんがもう、養子考えてみたらっていうふうに言うようになってるみたいで。へぇー。気持ち。いろんな進め方があるんですね。でもそっちの方が合理的ですよね。そうそうそう。もうお医者さんも、いや、これはちょっと難しいかなって思うんだったら、うん、もうそっちで困ってる子供たちがいるんだったら、マッチングする役割としてアドバイスすればいいのになって思うよね。うん、それはそう思う。うん、そう、だから、ファーティリティドクターもビジネスじゃない。そう。だから、こう、進めてくるんだよね。こういうのもあるんだけど、こういうのもあるんだけどって。で、私はまず最初にもう、最初に行った時にはもう最初に、じゃあもうあなた IVF がいいわねって最初に言われたもん。でもなんか、で、いくらかかるのかなってパンフレット見たら、今日みたいな、確か200万くらいかかるんだったと思うんだけど、200万円くらいかかるんだったと思うんだけど、No way, I can't do this ってなって、やめたんですよ。やめたのね。それもあるし、で、旦那の、まあ、旦那と話し合って、うん、ノーノーノーっていう話にな、何もしなかったんだよね。だって、マリコさんの今の、まだ、あ、ごめんね。うん、どうぞどうぞ。あ、マリコさんの今のご主人の話を聞いてると、多分、例えば、うん、今日この日に、あの、スパームを持ってかないといけないから、出してね、なんて言ったら、もうそれだけでストレスで、もう多分やらないと思う。もともと協力が難しい。もうやらないやらない。多分。だって病院にすら行きたがってなかったからね。そっかそっか。まあだからそれはそれで、そう、だから、これはこれで私の道なんだなっていうふうに、なんとなく思っています。なるほど。じゃあやっぱりこの、例えば、このポッドキャストを聞いてる人とかでもしかしたら、うん、今すでにこういう状況にいる人もいれば中にはその家族の中でそういうふうに今そういうことを経験してる人もいるかもしれない、またはベストフレンドだったりお友達だったり、そういう人、今そういう状況にいる人ってに何だろう、対して何だろう、うん、アドバイスじゃないけど、もちろんそれは人それぞれその状況が違うのでこれでどうっていうのはないけど、こう、今こう振り返ってみて、なんか、どんなことを知ってたらよかったなとか、どういうふうに自分をこう、なんか、やっぱこのポッドキャストもエンパワーメントなので、どういうふうに自分をこの社会のプレッシャーからでも、なんか大丈夫って言えたなとか、なんかそういう、なんだろう、こう、ありますか？そうね。私は、そうだな。やっぱり年齢のことはネグレクトできないから、欲しいと思ってできにくいのかなって思ったんだったら、ちょっとこう、あの、未知の世界のことなので、お金もかかることに対してすごく、って躊躇すると思うけど、あの、もうベストな、道はなん、ベストなというか、例えば、ファーティリティトリートメントだったら、日本でね、どこがいいのかとか、調べるだけでもいいんじゃないかなっていうふうに思う。で、何もしないと、時間だけが経って、38が9になり、40になりっていうふうに、そこだけはね、本当になんか、あの、時間は止められないので、もしご主人の協力が得られるとか、
あと、仕事と自分の避妊治療、どっちを優先したらいいんだろうっていうふうに思うんだったら、短い期間でもいいからやってみるっていうのは、悔いのない選択かなと思うかな。うん。で、はい、自分がとにかく納得すればいいのよ。うん。なるほど。やればよかったな。あの時やってたら、もしかしたら今頃私はまだ、子供がいたんじゃないかっていうのは、本当にね、人生の中で、こう、it really, like, cast shadow over your life. なので、そこは、取り除いた方がいいよなって思うかな。ありがとうございます。マリコさんはどうですか？私の時は、多分もう、二人が協力し合ってじゃないとでき、子供ってできないことだから、もしね、そのパートナーの人があんま欲しくないっていう風になった時には、なんかこう考えなきゃいけないよね。で、話し合わなきゃいけないって、うん、話し合っても、スタックする時って絶対あると思うんだよね。で、そういう時に、うん、多分そういう時にすぐプロフェッショナルなそのカウンセリングとか、そういうのは絶対受けた方がいいと思う。なるほど。そして、そう、でもだからって子供、二人で子供を欲しいっていう風に、子供が欲しいっていう結果になってもならなくても、お互いそれで多分満足すると思うんですよね。うんうん、必ずだから、その時にはもう、さっきその美穂さんが言ったみたいに、こう、時間がだけどんどん過ぎてちゃって、焦って何もしないのが多分一番良くなくて、それで、パートナーに対するフラストレーションがどん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 溜まっていく。それはもう良くないと思う。それが多分一番良くないことで。そう。Let it go か、let it slide かって big difference だと思うんですけど、もやもやに、もやもやした気持ちのまま、こう、うやむやにして、なんかこう、時だけ過ぎてしまうのだったら、ここでちょっと話し合おうって言って、プロフェッショナルなサービスをサポートして、誰かサポートしてくれるとこ、必ず探した方がいいと思うし、うん、それは私の経験から言えることだと思う。私この前ね、たまたまフロリダで会った、人が、セクソロジスト、クリニカルセクソロジストだったの。うん。で、彼女はそういう、まあ、カウンセリングを中心にしながら、まあもちろん、セックスの、夫婦間のセックスの問題とか、あとはそういう、子供が欲しいけどできないみたいなことも、取り上げて、まあ一緒に、取り組んでいっているっていうふうに言ってたから、そんな人、そういう職業の人がいるんだなって思ってびっくりしたのね。だからアメリカだとそういう人は見つかりやすいのかもしれないね。うん、アメリカではよく聞きますね。あ、そう。セックステラピスト。そう。いや、ポッドキャストとかでもいっぱいありますよ。あるある。本当に。あとはそのインファテリティのそのことのポッドキャストとかもいっぱいある。あ、そうだね。うん、あるある。あとはなんだろうな。旦那との、ハズバンドとワイフがやってる、ポッドキャストで、まあ、それは別になんだろうな。セックスとかじゃないけれども、夫婦間のお話で、二人は本当に、例えばなんだっけな、なんとかマーガリータ、ちょっと後でしまったタイトル調べてますね。そのポッドキャストは、その二人の夫婦がもう離婚にまで陥ってる状態で、そこで二人で、ポッドキャストを始めようってことになって、で、問題を家庭内だけでなくて、パブリックにオープンしようっていう風にして、だから、ポッドキャストですごい喧嘩とかもするし、でもそれをすることによって、周りからのサポートも来て、実は私たちもこういう状況になってるんだっていう、反響とかもあって、で、その時に、セックスセラピストの人をゲストに呼んで、本当に人の他の他人のそういう、セックス情報とかっていうの私、今までそういうふうに、もろで聞いたことがなかったので、すごいびっくりしたんですけども、本当に、ご丁寧に結構、ディーテル、詳しく。結構赤裸々な。そう、びっくりして、もうそこまで語るかっていうぐらい、
やっぱり、ちょっと、そう、ありますね、アメリカでは。多分ね、この自分の周りのウェブサポート、サポートネットワークを探すのがまず最初だと思う。お互いにもしそういう問題、コミュニケーションに問題があったりとかすれば。なんかこう、どっちが正しいとか、どっちが悪いとかっていう話じゃないじゃない？こういうなんかインファーティリティとか、子供を作る作らないっていう問題って。だからもうそういう時に、こう、公正、なんか客観的に話して、こう自分で誰かに話して、サポートし、ちゃんとプロフェッショナルサポートを受けるのってすごい、早い段階ですごい大切なことだと思います。はい、ありがとうございます。で、サポートシステムということなんですけども、例えば、私は、子供を産んで、そういう妊娠とかに問題がないので、もちろん、美穂さんやマリコさんの経験を、すごくこう、自分の身をどっぷり掴んで、I feel you って、本当それわかりますっていうふうには、絶対言えないわけだし、なんか、私からしたら、なんかこのトピックっていうのはすごく、センシティブだし、難しいトピックだから、なんか、言った方がいいのかな。例えばじゃあ、美穂さんにだったら、美穂さんにどんな声をかけていいんだろうとか、お友達にどういう風に言ったらいいんだろうっていう風な感じは、なんだろう、自分の中でどういう風にできるかなって思うんですね。で、なんでかっていうと、私が会社でお仕事をしているときに、みんな子供が産めるときって大体ベイビーシャワーっていうものをやるんですね、アメリカのオフィスで。そのときに、やっぱり、中にはそういう妊娠できなくて悩んでる人もいて、自分は、I don't wanna attend the baby shower. Can I? お金だけは渡すけどスキップしていいっていう風に言われた時に初めて、あ、そっか、これはみんながみんなアテンドしたいものじゃないんだっていうことに気づいたんですね。だから、なんか、そういうことに対して私みたいな身の人が、不妊の人をサポートするのに、なんか、どのようにして声をかけてあげたらいいのかとか、このことについては、こう、話した方がいいのかとかって、その辺どうですか？そうね。難しい。なんかね、やっぱ聞いてくれるっていう、オープンマインドで、この人は言ってくれるなっていうのを、見せていくのがいいんじゃないかな。あ、この人だったら聞いてくれるとか、例えばまあ、その相手が子供がいる人であっても、この人だったら自分が、例えば子供がいないことですごくもやもやしたりしてるっていうことを言っても大丈夫だなっていうふうに思える。ああ、やっぱじゃあ、let them come first。その相手が、広げるっていうか、話をするまで、やっぱり何も言わない方がいい。Yes. そうかな。I would suggest, I mean, to me, just like not to initiate a conversation. たぶん聞いてほしいんだと思うの、いろんな人って。たぶん、妊娠の活動、妊活してる人とかって、いろんな、今の人、こう妊娠、妊活してる人でも、してない人でも、たぶん、自分のストーリーを聞いてくれる人って多分少ないと思うんだよね。病院とか行ってもビジネスだからはい、わかりましたって言って結果だけ見せてもらってこうなっちゃうと思う。そう、なんかこう、それでその話でもう10分とかで終わっちゃったりとか、私も実際そうだったんですけど、多分聞いてくれる人が多分すごい欲しいんだと思うの。辛い時って。だからでも、だからといって自分からなんかあったのとかってなんかあったのって聞けないじゃない？確かに。そう。だから多分、イニシエートはしないけど、I'm always open to your story とかっていうのが多分一番いいと思う。何かこう、何か気になった。あ、なんかこの人ちょっと何かでがっかりして、なんかちょっと悲しい、辛そうだなと思ったら、私ここにいるから何かあったらいつでも電話してね、みたいな、そういう。Yeah. なるほど。I want. Okay. yeah. なるほど、なるほど。わかりました。あとは何かありますか？こう、お互いにこうサポート。やっぱり私もそういう、なんだろう。別にそういう人を率先してサポートするとかじゃないけども、例えば、ね、美穂さんだったら、やっぱり美穂さんも、やっぱりある特定の時期になったらすごく悲しい時期が来る。
例えば、そうそう、ああ、今、去年の今頃、妊娠してたんだって。そうそうそう、ほんと。うん、まさに、うん、4月だったんだけど、私が、流産したのが。うん、なの、うん、その時、ちょうど今回旅行に行っていて、なんかね、やっぱり体がね、うん、すごくだるくなっちゃって、で、ふっと日付を見たら、あ、そっか、みたいなね。からいっぱい泣いたりして、まあでもそういう時に、この子に、例えば LINE して聞いてもらっても困っちゃうだけかなとかね。まあその、お母さんでいる子とかさ。まあ、こんな話してもね、なんか困惑するだけかなっていうふうに思ってメールしなかったりとかっていうことはあるね。ああ。遠慮しちゃうよね。そう、遠慮しちゃうよね。わかるわかる。てかね、結婚したカップル、結婚して子供がいるカップルって、結婚して子供ができた途端にもう音信不通になっちゃう人とかっていっぱいいるじゃん。わかるかもしれない。わかる？忙しいんだろうな。忙しいってそういうふうに言い訳するんではないけど、まあなっちゃう時もあります。わかるけど。Yeah, 友達が変わるっていうか、わかります？なんか、マミーで、やっぱママ友じゃないけど、やっぱりその学校でできた友達で今日子供のなんとかがあってっていうのでそうなってしまうっていうのは、わかる。そう。で、だから、こっちも、I understand that when you have a kid, it's like most important thing is your kid. And you, it's just a lot of commitment. You just need a commitment to your kids. We all totally understand that. But we sometimes want to connect with you. And I know that you guys want to connect with us too. But we just want to connect. なるほど。そうそう。じゃあ、やっぱりお互いってなんか本当これも、なんか us versus like you guys になっちゃって、それも、no, no, no. 話したくないんですけども、やっぱ子供ができているファミリーでも、やっぱその友達としてこう、やっぱり今なんてソーシャルメディアとかですごい必ず簡単なはずなんですよね。メッセージ送るだけでも、元気って話してないけど、I'm thinking of you みたいな感じで、そういうちっちゃなスモールカンバセーションでもいいから、やっぱお互いそういうのはキープすることはやっぱ大切なんですね。だから私も、なんか、例えば自分のシスターインローがもう子供一人目産んで、それがもうすごいコンプリケーションで、こう、なんていうんですか、コンプリケーションって日本語で。もう大変だったんですよ、出産が。もう1ヶ月前からもう、陣痛が来ちゃって。子供がだから、プリミーは日本語でなんていうんですか、未熟児？未熟児、はい、ありがとうございます。未熟児の状態。でも生まれちゃって、NICUに入ったままで。それから、二人、これ多分美穂さんに以前話したんですけど、二人目妊娠したけど、それがその、そうそう、外で、受診しちゃって、だから出産状態になって、子宮外妊娠しちゃったのね。そう。で、それで、フリップンチューブ。なんていうんですか、そのチューブを買って。ファロピアンチューブ。それも日本語でなんていうか知らないんですけども。ランカン。いや。で、カットしなきゃいけないっていう状態。だから彼女はもう一つしかないんですよね、この。何？ランカンね。ランカンが。うん。一つしかない。で、その時に私の娘の上の、それで3回目か4回目のトライで妊娠して、で、6週間で流産しちゃったんですよ。で、その時にやっぱそのタイミングでちょうど私の上の子のお誕生日会があって、で、一応その自分の娘とかに子供とかには、アンティメリーが妊娠したよっていう話は前にも以前にしてあっても、彼女もメッセージした、みんなにして発表したから、うちの子供たちも数が増えるねっていう話をしてたところで、ちょうど子供、で、まあ一応誕生日にまだ来てくれるっていうふうに言ってたんですね。で、でも一応彼女メアリーの方から一応もう子供流産してるから、子供のことは子供にから聞かないように言っといてねと言われたんですね。だから私は、ヘイリーはまだそういうの分かんないし、何もうちに言わないんですけど、ヘイリーがやっぱすごい、
もう、嬉しくって、でもヘイリーには一応話し合った。流産しちゃったから、もうお腹の中に赤ちゃんがいなくなっちゃったから、言わないでねっていうふうに言ったんですけども、うん、そしたら娘は気を使って、どうして赤ちゃんいなくなっちゃったの大丈夫みたいに気を使って言ったんですけど、うん、でも、彼女にとってはその話はしたくない。あで、帰ってきたけど、やっぱ周りは子供がいっぱいで、中には赤ちゃんを連れてきてる人とかもいて、もうその場には入れないから、ごめんね、帰るねって言って、さっき早く帰ったんですよ。ああ、そっか。なんて声をかけてあげたらいいのかなっていう、なんかやっぱそういう、なんだろう、難しいなって。変なことも言いたくないし、なんか、I really understand your feeling とも言えない。もちろん言えない。I can't understand how she really feels. だからそういうふうにも言えないし、なんか、どういうふうに私をサポートしたらいいのかなって。で、なんか、まず初めに来て一応ハグはしたけど、でも自分でその話を別に持ち込むのもあれだったから、普通に、どうかって言って、なんか、見て見ぬふりをしてたけど、でも、見て見ぬふりもできないぐらいすごい落ち込んでたから、なんか、どうしたらいいんだろうって、すごい自分も、なんか、どうしようって。そうだよね。うん。多分、彼女もすごく分かってたんだと思う。こう、きっとみんなどうやって私のことを、に声かけたらいいか困ってるんだろうな、みたいなのも、わかるからいたたまれないっていうのもあるだろうし、まあ、人それぞれ話したくなる時もあるし、話したくない人もいるだろうし、一概には言えないから、まあ、そうだね。こう、ただ、不妊でいるときってすごい自分だけが不幸みたいな感じになっちゃうね。みんな幸せで、ね、私だけがなんでみたいな。そういう。なるね。なるなる。いっぱいいるんだよ。不妊で悩んでる人いっぱいいるんだけど、自分の周りを見渡したらそんな多くないから、こう、いいよねみんな、みたいな風な、ちょっと、やっぱり、悲願でしまったりもするから、なんか、そうじゃなくても大丈夫だよっていう雰囲気がある環境にいると、すごく、そんな風に、悲願だれとかはしなくていいのかなって思って。だからといって、こう、例えば子供がいない人だ、同士で仲良くするっていうことがいいのかはわかんないけどね。だから子供がいる人も、なんだろう。私なんかは中学高校の友達が子供がいて、昔みたいに女子でね、どっか行ったりとか、映画見に行ったりとか、結婚するとそれだけでも減っちゃうじゃない?回数とか。で、子供ができると、ますます減ってしまって、なんかこう、みんな早く子育て終わって私と一緒に旅行行ってくれないかなとかって思ったりしたい、ね。まあでもそれも、例えば、子供たちが大きくなって、また昔みたいにっていうのもあるかもしれないけど、例えばさ、今度また孫の話とか出てくるのさ。で、うちの孫はね、みたいな話になった時に、では、いや、私いないし、みたいな風になったりすると、またちょっと気使って、孫さんがいる人だけでは話すけど、私たちがいる前では、なるべく話さないようにしようね、みたいなのもあるんだろうから。なんか、それもね、なんだろう、永遠と続くのかなって思ったりするね。ああ、でも特別扱いはしてもらいたくないじゃない?あ、それもあるね。そう、特別扱いはしてもらいたくなくて、なんかこうみんなと普通に話したいだけじゃん。そう。ない?だからそうそう。だけどなんか妙になんかこう気遣ってもらってもなんか嫌だなって私は思う。なるほど。例えばなんかこう、なんかいいよな、みんな子供がいるからって、私たちが言って、なんか、みたいな、その空気が凍りつくようなのとかは嫌だなって思うのね。嫌だね、嫌だね。いいよな、私子供いないからなって言った時に、なんかこう、会話がすごくそこで、なんかこれ以上触れちゃダメなんだよね、みたいな風には
なると余計なんか話になって自分もどう突っ込んでいいのかなってちょっと思うな。え、じゃあ、美穂ちゃん、もし子供いたらどうする何してるっていう。あ、でもそれでも今、ポジティブに返すか、それとも、ああ、そうなんですか、ごめんなさい。本当にそれは辛いですよね。なんか、どっちに聞きかえよ。それは嫌だ。子供いないならいないで、また、なんかね、こう、友達、時間を気にせず、遊びに行ったりとか、旅行に行ったりとかっていう自由はあるから、なんだろう。うん、I don't want people to think that we are, like, desperate. Like, yeah. Well, that's good. We are miserable. We are not miserable. We are having fun. Yeah. We are having fun. Because we can spend all our money on ourselves. Oh, yeah. That's true. That's true.Yeah. これは間違いない。わかりました。Well, thank you. This has been a really rich conversation, and I couldn't have this episode without you guys. Right. You, if you can't laugh, I hope laugh it. You know, you can't overcome it. Yeah. 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 I mean, I hope my story doesn't sound miserable, and I hope it just doesn't like. No, it doesn't. I'm not doing anything about it. Is that all fine?Was it fine? I mean, I feel like I'm not doing enough or something. Oh, you're doing about this infertility. I just no. Yeah, we should never judge each other. Like I mean, I wouldn't. I mean, everybody has their own stories, and there is no way to live. What there is no one way to live. So definitely not. Mm-mm. So yeah.Thank you so much for all this conversation. 今日本当に Thank you. とても多分すごくセンシティブなコンバセーションだったんですけれども、私はここの皆さんというか、美穂さんとマリコさんのお話でたくさん学ぶことができて、なんか I feel a lot better. So thank you so much. I feel good. Thank you. Thank you. Yeah, just please remember that we all want to be involved in like you know, child raising, you know, in the community, and it's never a bad thing to, you know, get us involved, you know, in I think this type of, you know, sensitivity type of, you know, conversation will shift into something more neutral and natural. Mm-hmm. Yes, that's a great way to end. Thank you, Miho. Well, thank you and have a wonderful day. All right. Okay. Bye.